リクソニア属リキソニアは、シダ植物の一群。ヘゴ科のような木製シダを含み、大きいものは10メートルに達する。日本には3種内。大型のシダ植物で木製シダになる種が多く、大きいものでは最大10メートルになるものがある。木製の種では、茎の上部には、傭兵の基部が密生し、同時に硬い毛に覆われている。 茎の花方は古くなると気根に覆われる。ただし木星にならず、地上に海上の茎を持つ種もある。葉は茎の先端近くに集まってつき、長さ1から4メートルで2回から4回の右上複葉。右辺は葉の下部では次第に短くなる。放射能をつけた列片はつけないものと同型の場合も、あるがより小さくなる例があり、そのようなものでは葉は二系。 あるいは部分的に型を示す。放射能群は、葉の円に生じ、二枚外状をしている。これは、葉の円が伸び出して、放射能群の上を覆って包み膜状となり、さらに裏面からは、包み膜が生じて、下面を覆うためである。放射能の艦隊は斜めにつく。世界に約20種があり、南半球を分布の中心とする。ニュージーランド、オーストラリア、 中央アメリカから南アメリカに分布する。一般に木星シダは熱帯に多いと思われがちだが、本属のものは山地の雲霧林など比較的涼しい地域に見られる。分布の最南端はタスマニア島で日本の山林のような環境であるという。ヘゴカに見るが、ヘゴカでは林辺があるのに対して本属はけである。わらびかとしたこともあり、 独自のディクソニア化を認める説もあるが、高ラビ化とすることが多い。園芸大辞典に P1531 から1532、園芸大辞典に P1531 西田、P66、園芸大辞典に P1531 西田、P66、ありがとうございます。